裏社会の帝王たちってさ。1069はネタバレあり、に対する読者の反応集。もしかして全員重要人物だったりする？うんだうんだ。メタ的なこと言うと多分ここから完全新規キャラはほとんど増やさんだろうし、重要人物として無駄なく使うよ。葬儀屋ってネタがあったけど、運送業とか闇金とか、要はドフラミンゴみたいに戦争で稼ぐ奴らってことだと思う。この人たちは戦場に出てこないから、おそらくルフィに倒されることもないという、革命軍あたりは標的にしてるかもだが。リンリン、全種族が平等な目線で食卓を囲んでお菓子を食べるという、平和的夢を物理的に叶えようとしている、ル、フェルド、マッツとかいう、面白おかしい連中が集まる研究所に炎上して慈善活動と平和的活動の促進をする、クソ取り、消せ。全員いい奴らなんだよな。クソ取りだけ罵倒してませんか。クソ取りは今世界で消すべきランキングトップレベル。戦争になれば新聞は売れる、戦争になれば金がいる、戦争になれば輸送は鍵になる、戦争になれば貴重品を保管したい人が増える、戦争になれば葬式が増える、的な。戦争って国家規模とかで見るとマジで損しかない愚行なんだけど、それはそれとしてアホみたいに人と物が動くんで、直接関係ないクソ野郎ともからするといい具合に商売回せる稼ぎ時なんだろうな。まあ戦争って当事者はたまったもんじゃなくても第三国にとっては特需って今も昔もあるからね。ナイラ事件とか。戦後日本が立ち直れたりかなり早く国際社会に復帰できたのも、東西冷戦の特需と地政学的な重要性のおかげだからな。戦争は人類史上最上級の無駄遣いとも言われるけど、裏を返せば無駄遣いするものはどっかで作られてるわけで。って言われだな、少なくとも武器とかの物資を作って売ってるとこはある。モルガンスここでしれっと、ジェルマと我が社も縁深い、って言ってるのか？ジェルマ・ウィス・シーザーが何かしら活動したらこのクソ取りが一枚噛む可能性もあるのか？ジェルマが頻繁に紙面に言わせてるって意味だけで伏線伏石の類ではないかもだが。海の戦士空で長年使わせてもらってるからな余興。ギバーソンは二つな敵に多分貴重品ってよりヤバい物がメインだと思う。この画像のシーン、今まで悪党は海賊ぐらいしか出ていなかったからワンピ世界の裏社会登場は興奮した。内心はどうだか知らんが表向きビッグマムへの対応にヘコヘコしていないのも大物感ある。あと彼ら、裏社会の重鎮たちと紹介されてるけど、市民も政府関係者も王族も購読してる世界経済新聞社トップのモルガンズみたく、あくまで一応肩身であって裏の顔として海賊や紛争に絡んで社会に及ばれされてるだけで、表の社会では世界的経済界の大物たちなんだろうな。ゴールドのギルドテゾーロも招待された経験ありそう。こういう二面性好きだわ。他で言うと表の顔は聖母、裏の顔は小じ売りのカルメルとかね。もしテゾーロが茶会に呼ばれたら、エンタメ業界のスター、テゾーロ、黄金帝、として名前が出されそう。ルフェルドに関しては、確か万国の人か茶会招待客かが、ルフェルド財閥の一族が来てた、みたいなこと言ってたから、闇金王の表の顔は世界的財閥の総帥にして実用家だろうね。スチューシーとルフェルドとモルガンズ以外も、誰かしらのバッグについてたり場を引っかき回してそう。この絵キラッキラで草。好き。誰かしらクロスギルドと繋がってて欲しいな。懸賞金の出所謎だし。全身がバギーズデリバリーなこと考えると、真相海流ユニットが繋がるかも。葬儀屋が闇金あたりかと思ってたけど確かに海運業もありだな。割と好きな連中なので再登場は嬉しい。こうして見るとろくでもない連中が集まってんな。ルフェルドってスチューシーにホールケーキアイランドでやられてなかったっけ？それ思ったんだけどよく見たら違う人っぽい。顔に傷がないし、いろいろ似てるけど血縁者かも？ルフェルドだから同一人物だと思う。傷は過去回想だからじゃない？影武者もなくはないが。単純に年取っただけじゃない？マッツの成立時期って結構古かった気がするし、傷もマッツの解体関連でついたものかもしれん。扉絵は回想だったの今気づいた。穴に入るから今の話忘れてくれ。これは多分ジャッジとシーザーがマッツ時代のことを思い返してる件だからな。平和研究所が元になってるからパシフィスタ感してたのか。大海賊時代の海運王はやべえよっていうのは前から言われてる気がする。戦争というでかい無駄遣いで回る世界経済、嫌な資本主義だな。戦争は科学技術の発展も盛んになるからな。裏社会の主たちなら起きて損より得よね。ましてや運輸や分野なんて得だらけ。クロスギルドと関係あるんだろうか。スレ側は2社長の身内説がどこかで上がっていたと聞く。
ピアスに葉巻にスーツにコートついでにオールバック。確かにキャラとしてのアイテムが似てる。でも身内セツトルとクロスギルドに出資イコールクロコダイルが親戚から援助受けてるみたいな、だいぶ面白いことにならんか。裕福な実業家のおじさんに金借りる甥っ子みたい。ワニ社長の F 息子もだいぶそんな感じのキャラだったな。そういえばクロコダイルの幼少期の子綺麗な身なりだけど、銃持ってるのも裏社会の実業家の血筋っぽさあるな。海運王だぞ。この大海賊時代においてどういうルートでどれだけの武力を持ってるんだろうな。結婚式はゲストだったから四皇の庇護ってことはないだろうけど、名前からして潜水艦かも。もしくは魚人いっぱい雇ってる。深層海流とそれが記された世界の海図を使って世界中に物と人を運んでそうだな。闇金王だし、闇金キャルディーノと関係あったりするかな。大手葬儀屋は政府にも通じてそうだなと勝手に思ってる。フレバンスの死体燃やしてそう。扉絵が過去の話だったのって今まであったっけと思ったけど、プリンの誘拐も過去だったか。月見博士の一連の話は過去だな。北に戦争ネタ集中してんの派なんでなんだろう。ジェルマの武力統一崩壊の余波で当たり一面ぐっちゃぐちゃの紛争地帯になってんじゃない。あと他の海より特有の資源が多そう。フレバンスとか、だから、その辺の利権問題とかもありそうだよね。深層海流、手見えない動き、すなわち非合法的なものの運搬とか密輸みたいなものを取り扱うのかな。無論兵器とかも運んで売ってるんだろうね。あの結婚式の招待客全部新婦側が選んだと思ってたけど、マッツのパトロンってことは新郎側の招待客の可能性もある。この扉絵連載で葬儀屋や海運王、陰徳氏も出るんだろうか。物語の裏で何が行われていたのかいろいろ明らかになりそうで楽しみ。ここらまとめて一気に回収されそうだし、やっぱ扉絵連載すげえよ。スレガノヤミキン王さん、昔 SBS でクロコダイルの F 息子が出た時に、他のミホークの F 娘とドフラミンゴの F 息子に比べて、SBS で出た父親の幼少期とは似てないとか散々言われてたんだけど、クロコダイルの F 息子は父親本人より、父親の親戚に似た、と言われたらそうかなと思う程度にはヤミキン王の顔に育ちそう。前にウルティーが兵団について解説してくれるスレがあったんだけど、そこで倉庫、つまり物資を前線に保管しておく場所の重要性が挙げられてたな。倉庫業ってもろ戦争に関わる仕事なんだな。裏社会の帝王たちのミュージカルシーン大好き。マッツだいぶワンピ世界のネミキにいそうで怖い。まあ因子解析して悪魔の実を自分で作れるようにしたやつがいるからな。ルフェルドって闇金王だけど、闇金ギャルディーノの元上司だったりするのかな。そもそもシーザーがガールズシップ呼ぶほどハマってたの。マッツの闇社会人脈で派遣されてきたガールズシップで遊んだのが始まりじゃないか、という気はする。そしておそらくその時からスジューシーは今と変わらぬ若々しく綺麗なあの姿で歓楽街を仕切ってたと思われる。そもそも歓楽街ってどこにあるんだろうな。全体が丸ごと歓楽街の島があって、そこから世界各地の客に対してガールズシップを派遣してる感じかな。で、大物の客は直接歓楽島に来てスジューシーを指名する。スジューシーはその大物から情報を収集するとかかな。まあそれ以外にも娼婦使って客から情報収集してるかもしれんが、娼婦の中には他にもサイファーポールの女情報員がいるかもしれないね。スジューシーはなんでベガパンクの発明家またはエッグヘッドのことを懐かしいと言ったのか。闇金王が支援してたマッツ時代から闇社会関係者としてすでにベガパンクたち全員と顔見知りで、当然発明品なども見知っていたからという可能性ある。これ海運王ミットと陰徳氏ギバーソンも関わってそうよね。闇社会倉庫業の司会の異名が陰徳氏なのはポイントだと思う。おそらくこいつは貴重品だけじゃなく、本来そこにあってはいけない何か、本来所有してはいけない何かの痕跡を消して、その出番が来るまで密かに預かることに長けてるんだと思う。戦場、前の資金や財宝、単純所持だけでも危険視される兵器類や違法な物品、本来ならこの世にないはずの何かや誰か。それこそ白煙とかダンスパウダーとかありそうだな。確かにダンスパウダーとか、保管してそう。合水やエネルギーステロイドが闇社会に流通してたらそれらも保管してそう。少年漫画的には闇金とか葬儀屋なんかわかりやすいんだけど、倉庫業とか海運出てくるあたりが妙にリアルなんだよな。二
とクロコダイルが闇金王の関係者かもって見て思ったんだけど、バロックワークスに造形の悪魔の実を食った銃のラッスーいたじゃん。物に悪魔の実を食わせる方法は近年政府が見つけたんだか確立したのに、政府と一見縁のなさそうなクロコダイルのバロックワークスにあったのは、ラッスーもしかしたらこのマッツで誕生してスポンサーの闇金王経由してクロコダイルのところにあったんじゃない？もしかしたらファンクフリードもマッツで生まれてスジューシー、プラス、スパンダイン経由してスパンダムとか。ああなるほど、バギーに金貸ししてたのはそういう。なんならミスター3も異名が闇金だから、クロコダイルが闇金王の関係者ならそこの界隈の注目株だった、ギャルディーの引っ張ってきたのかなって思ってる。歓楽街のジョースジューシーさんってナンバーワン店のままなのか、歓楽街そのものを取り仕切って君臨する女王なのか疑問だったんだが、この並びにいるってことは支配者の方か、ガールズシップのオーナーこの人なのかな。酒の席やベッドの上で人間の警戒心と口は驚くほど軽くなるから、ガールズシップも含めてその手の産業の元締めをスジューシーがやることで、金や様々な情報をサイファーボールに集めたりターゲットに近づく手段だったり、いろいろ便利に使ってるんだと思う。スジューシーがルフェルド始末したの、今のベカバンク暗殺と今回の扉への伏線で全部繋がったのすごいわ。ああなるほど、あのホールケーキアイランド時点でもう世界政府側はベガパンクの始末を決意してて、世界政府に代わる資金源や逃亡先にならないように、念入りに元スポンサーのルフェルドを潰しておいたのか。海賊以外の悪というか裏社会感いいよね。四皇との取引とかもそうだけど、世界政府がサイファーボール通じて結構裏社会と噛んでるんだよな。監視やコントロールの面を考えるとそこまで悪いことではないのかもしれんが。闇金王服の神、ル・フェルド、表の顔はルフェルド財閥のトップ、マッツのスポンサー。歓楽街の女王、スジューシー、もう一つの裏の顔は CP0、表向きは歓楽街のある島の自治会長とか、あるいは各地の歓楽街に存在する商館や水商売などの同業組合のトップみたいなものと思われ。大手葬儀屋、ドラッグピエクロ、表向きは冠婚葬祭関係の大手、裏では暗殺とかあるいは表に出せない死体の始末などをしてる。世界経済新聞社社長ビッグニュース。モルガンズ、表向きは言うまでもなく、裏のでは政府などから金銭と引き換えに情報操作をしている。倉庫業種に潜伏し。ギバーソン、表向きはそのまんま、裏ではこの世界にあってはならないものや所持が禁じられてるものを、密かに隠して管理するのが裏のなりわいと考えられる。海運王深層海流。ウミット、深層海流を使って世界のあらゆるところへ物資を届けるのが表向き。本人が海賊帽を被っているのでおそらくどこかの海賊勢力とがっつり繋がってる。臓器販売業者、ジグラ、まあ言うまでもなく裏かよう、表向きはどういう肩書きなんだろう？ウミットは深層海流を使って臨検を逃れて、違法物資を大量輸送してそう。なるほど、深層海流使われると運んだ先の港で臨検されない限りは、魚人や人魚の海兵がいない海軍では追跡すら不可能だよな。あと深層海流使ってるってことは輸送ルートの大半は海中で海王類もわんさかいるだろうから、この辺を解決するコツというか秘密みたいなのを握ってるかもしれない。船を海中対応にするのはシャボンコーティングでどうにかなるとして、海王類対策に海軍が持ってる海楼石の船みたいなの持ってそうだよな。そしてそれならマッツ時代にベガパンクを支援してた裏社会勢力の一人になりそう。海楼石パドルシップはベガパンクの功績だそうだから。港も公式の港と非公式の港を使い分けてるんじゃない？ドレスローザみたいな感じで。完璧すぎる。さらにここに陰徳しのギバーソンを足せば、荷積みからお届けどころか、それ、の出番まで一切を取得してくれる物流網の完成だ。やべえこいつら怖い。全部繋がった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。